はい、皆さんこんにちは、ちでございます。今回は番外編です。昨日はライブありがとうございました。昨日のライブの3試合が飛んじゃいましたあのライブの途中でユーザーに切り替えたじゃないですか。私偉そうにね、あのセーブ終わってます。私イメージ切り替えたつもりだったんですねあのね、イメージ切り替えたんですけど、おそらく A ディスクは変わったんです問題のセーブディスク、ユーザーディスクが変わってなかったようなんですよね。ですから起動したらね、大鵬さん怪我しちゃったって出ちゃって、えって、うち大鵬さんなんかいないけどって思ったら上書きしちゃってました昨日の結果で。ただね、私もバックアップ取ってたんで、おとといまでの状態は残ってました。でね、まあどうせ一緒になるだろうと思ってたんですけど、巨人戦の3戦目なんですけど、初回からクロマティさんにホームラン打たれちゃって3点取られちゃいました。なのでね、とりあえず今回この本当はね、あらららららら、ら、なんだこれ、なんだこれ、変なの出ちゃったね、よいしょ。あのね、今回もうね、とりあえず3試合同じ結果出たらいいんだけどね、同じ結果出ないみたいだから、今これもういきなり巨人に打たれちゃってっからね。とまあこんな感じでやっていきましょう。中田先生なんかボッコボコ打たれてます。確かあれだったよね、そんな試合3点いきなりクロマティにホームラン打たれたかなランスの周りが変わってますね。いきなり3点取られちゃったからね、もう中田先生フラフラだ。あーでもよ、ゲッツで抑えたね。もうね、一気にこのパート4試合までやっちゃおうかなと思ってね。まあまあちょっとスワローズは一旦1勝1敗にならしないとね、もし2勝になってしまうとそれ不正だからね。とりあえず1勝1敗でコントロールしようと思うんですけど、最悪 2敗したらどうしようと思ってるんですよ。まあ2敗してもいいか、これ私が悪いんだもんと。ほんと皆さんと共有したね3試合がね、ほんと申し訳ないです。あ、イメージ入れ替えたんだけどね、イメージ入れ替えたんだけど、この新しいバージョンの M3 はですね、どうもイメージ乗せ替えた時に2ドライブまでは乗り換わないようですね。昔のバージョンはね、もう2ドライブ、いちいち2ドライブ独立して切り分けることができなかったので、もうイメージ乗せ替えると1ドライブ目2ドライブ目のディスク全部リセットかかってたんですけども、今のエミは性能いいんですね結構融通が効くような感じになってたんでこれはね、もう完全に私のミスでした。申し訳ないです本当ね。さあ福間さん変えましょう。投手ね、福間さんでいっちゃいましょう。また用意しないといけないでしょうけどね。あー3点重いな。まさかクロマティにスリーランホームラン打たれると思わなかったね。もう打たれてもう勝てると思ってましたから、まさか打たれてね、打たれて何、これはもう録画しちゃわないとと思いました逆転というか、同じ結果、タオさん打ったっけ、タオさんもホームラン打ってたね。確かライブではバース掛布、タオさん、あと岡田さんも打ったっけ、あとあの人も打ったよね、なんだっけ、誰だっけ、川、あら、ちょっと見てみよう。あ、柏原さんもホームラン打ったもんね。どうなんだろう。でもピッチャーは全然違う買い方してますんで、中田さんがあんなにこんなに持たないことはなかったんでね。
まさか3回ノックアウトとは思わなかったんで、内容変わると思うんですけどね。てか内容変わってるはずですよね。確か巨人戦選手権は私の方が取ったと思うんですけどね、タイガースがね。柏原さん出してる？あれ？柏原さん出しちゃった？あ、柏原さん出したのか。あ、まあでも、あ、でもそうなったら大野さんの方が良かったかもしれないね。大野さんベラボに垂れていいからね。ちょっと大野さんいつも調子いい時だけしか使ってなかったんですけど、ちょっと総選手出していきましょうか。もしね、スワローズ戦、勝ちそう、1勝1敗でいけなくて2連勝しそうになったら、私募集試合にします。2試合目をね。うわー、なんかボッコボコなんだけど、まあ、負ける分にはいいのか、勝ってたからね。うわ、これ1点入る、福間先生ダメだなこれ。ですからね、このパートはね、45分ぐらいあるかな。いやー、もっとあるか、4試合やるかもわかんないもんねこれね。いやーね、ライブのコメントでいただいたのがね、明日のスワローズ戦っていうコメントもね、いただきましたので、これは明日のスワローズ戦までちゃんと明日に流さないといけないなと思ってますので、もうね、もういいよっていう方はね、もう最後のスワローズ戦まで飛ばしちゃってください、本当にね。いや、驚いたな、目が点になりましたね。本当申し訳ないですね。あ、次のピッチャー用意しないと。まさか勝てないかな。うわ、投げれる人がいない。遠山さん、もう敗戦処理だねこれ。おお、もうボッコボッコに打たれてる。あれ、私勝ったんだよねこの試合ね。なんでクロマティか、満塁でクロマティ、さすがにうちの打線でも6回から6点は余裕ないだろう。いやー、タオさんがホームラン打ってね、もう楽勝だと思っちゃったんだけど、あ、楽勝じゃないわ、タオさんが打って1点差だったんで勝てると思ったんだけどね。あー、あー、6点は重いなー、のしかかってるね。はあ、ショック。しかもノーアウトからツーベース打たれちゃったよ。もう明日からスワローズ戦なのに。もうこれでもかっていうぐらい打たれてんね。それがスワローズ戦3連敗したらどうしよう。あ、そうだ、ライブ、あ、そうだ、ライブの、ライブだとすごい好調っていう説があるんで、今ライブじゃないから負けるのか。ライブ調子いいんだよね、ライブするとね。今それをね、先ほどツイートでつぶやいたんですけどね。まあ、いっちゃったな。あ、山脇さん今頃打ったわ。あら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 、うわ、これは代打出さないといけない。代打だな、誰、まゆみさんか、頼ますわまゆみさん。ここで何か、おー、タオさん打率上がってっけどね。あ、ダメか。
はあ、遠山先生行きましょう。あ、ま、真弓さんよかったね。ああ、恐るべしジャイアンツ打線だね。うわあ、一試合二ホーマー。ああ、痛い痛い。ああ、これ昨日の巨人戦と、昨日リアルでは7対1で負けたんでしたっけ、巨人にね、阪神は。それ以上の結果になってますね。長尾さんが調子崩してっからね。まあ、ライブではね、私が平田さんに対して何かね、平田さんと確執があるような感じ、ご指摘受けましたけど、全然確執なんかないですよ。まあ序盤に全然打ってくれなかったっていうことだけだからね。入れ替えで使った中尾さんがあまりにも調子良かったっていうのもありましたけど、まあでも3割2割8分以上打ってほしいね。あ、でも2割8分じゃうちレギュラーになれないからね。もう妙に選手層が厚いんでね。島田さんもよく打つようになったしね。おお、すごいわ。おお、どうしよう。山脇さん、あ、やる。あ、石報いた。ああ、もういいわ。ああ、安定の岡田さんだな。さあ、巨人に2敗しちゃった。今日ボロボロだね。まあでもよく5点入れたな。さあ裏です。さあ代打出しましょう。誰がいいのかな。佐野さんずっとここのとこ調子悪いでね。ちょっと待ってね。調子のいいよ、調子の悪くない人。ああ、大野さん、大野さん行こう。4割バッターね、これね。しかも足も速いっていうね。あらら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 、ら、完投されちゃったね。ああ、平田さん打率下がったね。投げさすね。あ、ピッチャーゴロ。いやー、負けちゃった。さあ次はあれですよ、もうジャッジャー送りましょう。次はスワローズです。あー、報奨金下が、あれ下がったね、抽選が。今度スコアライン出しましょう。これ勝ってくれないと困るんだよね。一勝1敗でいったんでね。これ練習投資してから練習した方が絶対いいんだよね。数字上がってからするべきだよね。で勧誘しましょう。さあ選手状態見ましょう。ああ、猪俣さんか、これ前のパターンだね。猪俣さんでいきましょうね。よくせーい、よいせー。じゃあいきましょう。あ、そうだ、島田さんが下がって木戸さんが上がるんだわ。あー、今私がつぶやいたツイッターにいいねがつきました。ごめんなさいね、本当ね、こんなことしちゃって。さあいきましょう。さあ直接対決です。あ、スワローズ勝ったんだね。あ、スワローズも負けたのか。 2.5 から、あ、いや、あ、違うか、いいのか、これで 2.5 で入ったんだよね、確かね。で、平田さん下がってくから、で長崎さんだね。あ、で木戸さん出すんだね。でここら辺は一緒だね、本当に。平田さんの代わり長尾さんだね。
で、あ、柏原さん出して、柏原さんここでいいかな、長尾さん、山脇さん下げないと。ああで長崎さんか、調子いいのはね。これで行きたいんだけど、そうだね、長崎さんと柏原さんが調子いいって言われたら出さないといけないわね。長尾さんをどうするか、タオさん1番やめましょうか。で1番を長崎さん、長尾さんは7番の方がいいんだよね。でもこうするか。で、キヨさんがね、最近調子良くないんですよね。これでいきましょう。さあ、スワローズです。この試合は勝たないと。負けても、負けたら辛いな。まさか巨人に負けるとは思わなかったですね。アホな、すごいな。いやー、ちょっとこう、うわー、うおー、ボッコボコだわ。あー、勝てんのこれ。あー、単調だね。3球で終わっちゃう、ひょっとして。5球で終わったね。バースピッチャーが多いな。さあ、投手準備しましょう。これ2連敗ありうるかな。うわ、誰生かすの。生かすピッチャーがいないんだけどね。いや、もうこんな時から山本さん用意しないといけない。クローザーだけどね。まあ、この試合負けたら次の試合は募集試合しなくていいんでね。巨人に負けるとは思わなかったね。あ、ピッチャー高野さんで来てるわ。ライブの時どうだったっけ。あ、幻のホームランになるのかな。柏原さんもね、タオさんもね、打ったのにね。これはもうなんか負ける気がする。こんだけボコスカヒットを打たれたらね。いや、まだワンアウトだよこれ。ああ、犠牲フライか。簡単に点取られるね。井上さん変えてもよかったんだ。もうピッチャー出来上がってんじゃないの。ああ、出来上がってたな。もうちょっと粘らそうか。あ、粘られるな。打たれそうな気がするんだよね。ああ、大丈夫か。じゃあここで変えましょう。でも山本さんも9回持たないよね、こんだけの体力じゃないと。
今完全試合だよねこれ。誰もヒットってないね。長崎さんなんか相性悪いのかな。あーバースがやっとったね。やっとった。そういえばあのスコアラが5人入ってるって言ってましたね、ライブの時はね。いやーこんだけポコポコ打たれたらもうどうしようもないわ。手の打ちようがないね。こんだけノートからランナー出られたら。結局打たれるのか。ゲッツーならないしね。よかった。あー重いな。まだヒット1本しか出てないのかな。あー2本目のヒットが出てきた。木戸先生どうだろうね。ゲッツーはやめて。おやっと入れた。やっと1点入れた。うわあ、まだ用意しなくていいか。岡田先生もあれだね、まあ、ホームランの数で何とか繋いでるけど、3割2分だったら他の選手使ってもいいんだけどね。和田さんか、出るとすればね。高野さんは関東ペースで来るよね。ピッチャーがいないからね。もう山本さんに行かせるしかないんだよね。長崎さんダメだな。これはあれかな。あ、7回だから一応念のために用意しときましょうか。福間さん、遠山さんだね。中西さんの方が良かったんだね、残すのはね。遠山さん首にした方が良かったんだね。遠山さんが全然結果出てないもんね。残念だなあ。あ、掛布先生4割切っちゃった。おお、アベック初めて見た気がする。おお、なんか同点追いついたよ。あー、どうだろう。長尾さんも落ちてきたね。追いついたね。あ、でも逆転してほしかったな。え、誰か用意してるでしょ私。あ、してるね、遠山先生だ。あ、三者凡退にしてくれると嬉しいんだけど。あ、一応ツーアウトまで来たね。あら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 。おお、なんとか勝てるかな。ああ、代打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 。あちゃ。代打出すの忘れた。ああ、ちょっと待って、長崎さん。あなた、ほんと調子いいんだよね。ああ、でも他調子いい人いないから生かすか。もういい加減結果出して。あ、もう長崎さんはもう第二の平田さんだわ。もう私長崎さん好きなんだけどね。うおー、バースまで三振か。じゃあ投手交代しましょう。遠山先生また負け投手になるのかな。お、やっと代打ね。おお、
ああ、負けはなくなった。あ、こっから加計夫先生からか。もう一発で決めちゃってくださいよ。おうおうおう。おお、おお、勝った。もうゲッツでもいいわ。ああ勝った。おお、本当にゲッツだったな。かろうじて勝った。あーしんどい試合だった。あー残念、ドラゴンズまた負けちゃったね。12勝1敗になってたと思うんだけど、ドラゴンズ勝てませんでしたね。あーそれでも10本しか打たれてなかったのか。すごい試合になってんね。あーよかった、勝てた、なんとか。あーで次負けるんだよね、次負けるんだよね。本当何やってんだろうね私ね。で選手調整下がってるね。で勧誘しましょうか。で防備上げましょうか、スキャンダル怖いでね。で、こんなもんでいいですか。で選手状態、あーこれ稲尾さんで負けたんだわね。え、まあ、今回稲尾さんでいきましょうか。あーで調子の順は、あー参っちゃったね本当に。ゆっくりしょっと、よいしょ。あーそうだ、こういう感じだったね。で敗者へ臨みましょう。いやよく勝てたわほんとね。でこの試合が勝てそうになると募集試合にしちゃいましょう。てかもう始めてすぐ募集試合でもいいんだけどね、成績入んないしね。もう始まってすぐ募集試合しちゃいましょうかね。稲尾さんじゃないね。あ、でもやるだけやってみますか。ね、今度は北村先生が調子いいんで、北村先生を1番にしましょう。で、あ、真由美先生、いいんだよね。あ、でも柏原さん、あ、そんなこと言うと大野さんがいいんだよね。大野さん出すか。木戸先生はお疲れ様の。広田さんもこれ使い、広田さんも使いたいんだよね。ほんと選手層が厚すぎる。あーそうだ、ブーって言われるんだね。レフトは北村さんがレフトかな。大野さん守れないからねこの人ね。うん、さあ1対0ぐらいで負けたいね、負けるんだったら。結構ボコボコに打たれたもんねライブではね。お、立ち上がりはいいね。あら立ち上がりいいじゃない。これ募集試合になった時はそこを打ったとこまで入るのかな。例えばねホームラン打ったら、うわー、あそうだタワさん打ったわ。あーい、まあまあ似た感じでランス回ってるのかな。あでも柏原さん打ってないしね。あとあでもバース掛布のあれも見たね、アベックは出たからね、まあ、なかなか似た結果になるのかな。いやーもうね、今度からちゃんと私切り替えるときは
一遍アプリ落としてから切り替えた方がいいんだよね。そうだ、アプリ目をつぶってアプリ落とせばよかったんだ。いや、アプリ落としちゃうとね、あの配信止まると思っちゃったんで、目をつぶってたらいいのかな。いや、止まるのかな、ちょっとわかんないんだけどね。いやいや、まあまあ、なんかあれだね、点を取りすぎちゃダメっていう試合もちょっとそれはそれでなんかちょっとストレスだよね。取りすぎちゃっても、点取りすぎちゃったらもう間違いなく没収試合にしないといけないからね。まあ巨人には負けてんだけどね。あ、ピッチャーに打たれたね。稲尾先生、土ついたんだけど、あ、今回もこれでも土つくんだね。そうだね。あ、でも成績入んなかったら土つかない。おーおーおおお、ちゃんと逆転されたわ。で、ホーナーか。あ、これは普通にいけたね。せめて、バースがエラーかい。あ、稲尾さん、やっぱ負けそうだね。あのスタミナすごい稲尾さんがもう持たない感じだもんね。ああ、長打コースだ。あ、よく一塁ランナー三塁止まったね。あ、でもまあ負けるようになってんだねこれね。ある程度もう決まってんのかな。でも巨人で負けたのはもう違うもんね。うん、やっぱ巨人に負けたのがすごい響いてる。あ、稲尾さん打った打った。うん、淡白だね。まあ予定通り負けりゃいいか。怖いのはサヨナラ勝ちだね。サヨナラで勝たれると困るね。うん、お、あ、今柿尾先生だね。おー、のさん硬いなあ。ゲッツーだ。うーん、今うちのピッチャー不振だらけだからね、調子悪いんですよね。ね、調子が3あるだけで、3あるのが一番いい調子なんでね、困ったもんだよね。さてさてと、岡田先生も微妙なんだよね。それほどホームラン打ってないしね。やっぱヤクルトとやるだけ大変だわこれ。あ、稲尾さん本当7回持つかな。あ、持たないなこれ。あ、でもまだいいか、まだいいか。何点入るかなこれ。あ、もう1点入っちゃったね。稲尾さんがまさか6回で体力なくなるとはね。おお、ただでは負けないか。おお、ただでは負けないね、タイガースもね。
まあでもこの試合負けないといけないからね、勝っちゃダメだよ勝っちゃダメだよっていうのもなんだけどね。まさか、あら、2アウトから結構入ってんね。あ、よかった。あ、逆転しちゃダメなんだけどね、これね。あ、稲尾さんもう体力ないわ。さあ誰、じゃあ誰準備するのと。遠山さんもうこれだけは遠山さんでいきましょう。うちの配線処理だからね、遠山さんね。なんかね、屋根を感じるんですよ。勢いこっちに向いてる気がせんでもないんでね。大丈夫かな。あらら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 、一発あるからめちゃくちゃ怖いんだよね。あ、よかった。あ、よかった。あ、よかった。変な気分だけどね、負けてんだけど、あ、よかったっていうね。先生どうだかね。次変えましょうか。八重樫さん、やらしいバッターだよねこれね。大丈夫かな、勝って回ないかい。もう盗塁もランナー出ても盗塁せない、しないでね、行きましょう。島田さん打つね。まあまあ1点差で負けよ、1点差で、まあ、できれば1対0が良かったんだけどね、防御率下がるから。天井ボール下がんないね。あ、ちょっと待って。あ、そっか、帰れないんだ。粘るね。はい、変えましょう。あ、ボコボコに手に入れるのは嫌だな。おお、ツーアウトね。さあ逆転しちゃダメだよ。うう、打っちゃった。ダメだよ。あ、よしよし、打つなよバース。よし、うぅあー、同点になっちゃった。リセット入れましょう。これで募集試合にしましょう。はい、あどんな感じになってんだろうね。打者成績とかつくのかな。さあここからが本番です。はい、これでもう募集じゃなってんでね、しばらくお待ちくださいでね。はい。おお、タオさん怪我かい。あれ、ライブではそんなことなかったのにね。あ、スワローズスコアラー4人になってますね今回ね。はい、じゃあ行きましょう。報奨金、選手に与えましょうか。で、あ、私体調悪いね。で、練習投資しましょうか。
まだパラメータで800台のパラメータがないんですよね。そうか、タオさん出れないか。よし、じゃあ、あ、一応ね、ごめんなさい。あ、これかな。うん。さっきやっとこっか。よいしょ。さあ、ここから本番ですね。さあ、ここまで何分 ?40 分。ああ、申し訳ないですね、もうね。ここまで見ていただいている方にはね、もう本当にね、ライブが無駄になっちゃったっていうのがね、本当心苦しいんで、本当申し訳なかったです。さあ、で、これ成績を見たら負けたことになってるでしょ？あ、負けたことになってるね、スワローズね。これでよしと。うわー、タオさん調子よくなってる。北村さん上がってるね。あ、入れ替わったのか。バーツが2番とか言ってるもんね。こうなるとね、真由美先生出したいんですけど、うわ、これタオさんで変わられるとつらいな。大野さんを、あ、大野さん上げていく感じにしましょうか。こうやってね、そうしないとみんなずれていくんで、で、真由美先生はそのままでいいかな。で、タオさんが出れないので、タオさんの代わりに北村さんにしましょう。で、北村さんにして、で、バース先生、掛布先生、岡田先生は8番で、ここがこうかな。で、佐野先生じゃなくて、ここの大野さん入れましょうか。うん、大野さん調子いいからね。ひどつさん調子落としてんで、あと木戸さんの代わりに島田さんだね。もうスタメンだね、島田さんね。で、この布陣かな。あ、いやいや、ここダメだ。ここダメだな。あ、長尾さん調子悪いの。長尾さんちょっと下がってきてっからね。あー、しゃあないか。これでいくか。うん、これでいきましょう。で、ピッチャーは、あー、キーオさんが一番いいのか。いや、またこれキーオさんでいきましょう。キーオさんでしか無理だね、もう。うわ、調子悪いな。キーオさんでいきましょう。あ、ライト2人いるわ。ライト、こうだね。北村さん、どこでも、外野だったらどこでも行けるからいいね。さあ、ここからが本番です。さあ、この試合勝てるだろうか。はあ、この試合に勝ってもらわないとね。今 1.5 ゲーム差なんだよね、スワローズとはね。うわー、高野さんめちゃ調子いいわ。タオさんが怪我は痛いね。あ、走らせましょう。お、うん、幸先いいですね。盗塁しててよかったね。大正解だったね。おお、大野さん打つね。まあ、これも盗塁だ。え島田先生待てなかったかな。いやー、この2点を死守するのはまあ無理だろうからね。もっと点数を取らないといけないね。スワローズ相手だったら10点ぐらい取らないとね。おお、ゲッツー、いい感じだね。おお、平田さん打った。岡田先生ってチャンスに弱いんだね。打点が全然いってないもんね。ゲッツーも多いしね。チャ
ャンスに強い気がしないね。ホームランもなんかソロしか打ってないような気もするんだけど、あでも1回だったかな、なんか岡田さんが頑張って勝った試合あったね。あもう代打、あーキヨさん久しぶりだけどね。あら岡田先生岡田先生困ったもんだな。バースがちょっと下げ気味なのかなっていう。おお打ったね。あでもさっき持ったのか、さっき持ったんだよね。今日は2安打だね。あいいとこ行ったわ。ああもうね、もうガンガン行っちゃってください。もうおお、あほんと島田さんすごいいいね。そうだライブの時に聞いたけどね、クリムゾン2あるんだよねクリスタルさんクリムゾン2があるんだよね。これも考えないといけないね。忘れてたね、クリムゾン2があるの。すっかり忘れてました。もう1といただけでもう成就したかなっていう感じだったんでね。あーマイン、おおいや今ね、まゆみさんもそろそろテコ入れしないといけないねと言おうとした矢先でしたね。打っちゃったね。まゆみさんと岡田さん組まそうかねえ、それもいいかもわかんないね。キーヨさんこのままじゃ完封まではいけないかな。あーゲッツー、あらららら、いけるなんかねちょっとねいけそうな気がせんでもないんですけども。いやー島田先生ほんと爆発してね。おお平田さんも打っちゃった。岡田さんでゲッツーかな。あら粘るね。おあらら打っちゃったね。キヨさんはもうゴロとかでいいんでゲッツーじゃなかったらいいかな。あゲッツーか。いやー本当スワローズってやるときはもう本当打たれるのが辛い。まあさっきの巨人もひどかったけどね。もうクロマティ、あの3割3分で低いねって言ってるのがギリギリに増えたのかなライブの時ね。3割3分のクロマティが12位でしたからね。3割3分で12位ってっていうね話してたので、ちょっとクロマティさんもギリギリに増えたかもわからないよね。2本もホームラン打たれちゃってね。7点あったらさすがに大丈夫かな。このゲーム外野のエラーってどうなってんだろうね。あの長打になるときにエラー判定とか入ってるのかなねえ。パッと見エラーとは出ないからねえ。うん、おお
大野さんもよく打つな。これ盗塁できないんですよね、ホームスチールしちゃうからこのゲームね、野球道だったらどのランナーが盗塁っていうのは決めれるんですけど、このゲームもう盗塁ってなったら全員走っちゃうんでね。おおすごい、お平田先生打点2回てか、ランナーすごかったね。1塁から帰ってきたのかな、あ2塁から帰ってきたのかな。あいいわこれ。あここまで来たら負ける気しないな。あキーヨさんも疑悲ですよ。打率下がるけどね、このゲームでは。お、フォアボールかい？あー、ピッチャーゴロか。完封できそうだね。てかもう間に合わないもん、ピッチャー。まあ、一応準備だけしましょうか。準備だけしときましょう。だ、ほんと、全然。遠山さんだ遠山さんに言っておきましょう。ああ、もう全然いけるわこれ。完封だね。いやー本当にね、皆さん申し訳ないですね。もう朝からこんな長い動画上げちゃってね、もう50分超えましたよ。本当申し訳ないですね。これライブでもし4試合やってたら、私これで5試合やってないといかなかったってことだね。打たれたりしてね、ホーラーの中にパッコーンってね。そうだ今ね思い出したんだけど、私太陽ホイールズ応援してたでしょこの頃は。友人が言うんですよ、太陽ホイールズの話したらね、マルハパッカーンズって言うんですよね。よくそんな名前つけたなと思ったんですけど、うまいこと言いやがってって思ってたんですけどね。まあマルハでしたね当時はね。今はどうかし、あ今は DNA だからね。当時は太陽漁業でしたっけね。まあマルハさん、今マルハ日曜って言うんでしたっけね、名前変わったと思うんですけど、ね、そんな感じだったような気がしますよ。キヨ先生勝ちましたね。久しぶりのキヨ先生登板です。あ18本豚気持ちよかったね。じゃあね、ほんと長らくお待たせいたしました。お待たせいたしましたじゃないね、申し訳ありませんでした。まあ今回、調整も入りましたが、なんとか、2勝1敗でスワローズに、勝ち越すことができました。本当に長いこと朝、本当朝、この8時なんでね、これね、公開されるのが。朝の8時からこんな長いのね、しちゃってる、どうもすみません。とりあえずね、この辺で終わっておきたいと思います。それでは皆さん、なんかライブ乗りの言い方になっちゃったけど、どうもありがとうございました。